ローマ王及びイタリア王コンラートはシモロートリンゲン公、ローマ王イタリア王。ローマ皇帝ハインリヒ四世の次男。母親はサボイアトーネの娘ベルタ。父ハインリヒ四世の長男は創生しており、コンラートは実質的な長子として育ち、1075年末にコスラーで開かれた宮廷会議において直期国王に定められている。1 7 6年。 シモロウトリンゲン公ゴットフリート4世が死去した後に、父皇帝より、シモロウトリンゲン公とされた。1077年1月、父ハインリヒ4世は、聖職所人権をめぐって争った、グレゴリウス7世に波紋解除を願うためカノスサ城に、赴いたが、当時2歳のコンラートも母ベルタと共に同行している。1087年5月30日、コンラートは、アーヘンにて、 ローマ王として退官された。1093年、コンラートは、父皇帝と敵対関係にある、教皇側のトスカーナ女白マティルデ・カラカノッサに、招待されたが、その時にマティルデに説得され、コンラートは、父皇帝から離反し、改革的な教皇ウルバヌスに西側に着いた。そして同年、モンツァの大聖堂にて、ミラの大司教より、イタリア王冠を受けた。皇妃、エウプラシアも、 義士、コンラートのいるカノスサ城へと出本、皇帝に背いた。しかし、コンラートは皇帝を称したものの、領土も収入も居城もなく、しばらくは各地の領主の城を転々としていたが、ようやくボルコ・サンドニーの城に落ち着いた。195年4月、教皇ウルバヌス2世がクレモナを訪れた際には、コンラートが出迎えたが、その時、当皇帝も教皇に、 教順の意を示し、これに対して教皇は、聖職助人権を皇帝が放棄する代わりに、皇帝くらいのコンラートへの継承を約束した。しかし、1 9 9 8年、皇帝ハインリヒ4世は、マインツで帝国会議を開催し、コンラートのローマ王、イタリア王位を剥奪し、三男ハインリヒに王位が与えられた。後に、コンラートは、父皇帝に背いたことを後悔したが、 1101年、フィレンツェで没死した。1093年に、教皇ウルバヌス2世の仲立ちにより、シチリアハクルチェーロ1世の娘コンスタンツェと結婚したが、二人の間に子はなかった。ありがとうございます。